皆さん、こんにちは。ももりんごです。見てください、この五分咲きの桜並木。あたり一面がソメイヨシノ、ソメイヨシノ、山桜ソメイヨシノ。これから満開になるぞ。自分たちのポテンシャルはこんなもんじゃないんだぞと言わんばかりの咲き具合。今日はそんな桜の下を散歩しながらデートへの意気込みを語ろうと思います。じゃあ早速行ってみよう。まあ、まず今回のデートは意気込みが一味違うのだ。なぜなら自分から誘った？相手に誘われた？いや、誘わせた？ っていう今までのアプリとかの流れで行くデート約束とは違うから、ちょっと勇気出してキモい感じ前面に出しながらデート行こうよみたいな空気感出したんだから、そりゃあね、楽しみますし、頑張るとかあれば頑張ろうと思っちゃうよね。でね、初デートにおいて何が重要かって考えたんだけど、やっぱり会って最初の挨拶、会った時の印象、これ大事だって考えたの。もうこれでね、一日の大半が決まってしまうと言っても過言ではないでしょう。で、これさ、どっちで行くかかなと思っててさ、一つは色気ムンムン港区女子を感じるコケティッシュ女のパターン。これはね、おしとやかに色っぽいお姉さんみたいな雰囲気出して、今日は私がリードするよって意気込みで、こう待ち合わせ場所行ったら、待った？お待たせーって言うので、にっこり笑顔でゆっくり手を振って駆け寄る。手の振り方はパレード中の雅子様をイメージしてもらえるといいかも。あ、ちなみにこれは待ち合わせ場所にももりんごが相手より後に来てる前提ね。先に着いちゃった場合なんだけど、その場合は相手が来るまで離れたところに隠れて一旦待つことにはなるね。向こうが着いたなと思ったタイミングで1分後くらいに木陰から出るとちょうどいいのかな。で、まあ、もう一方が元気に純粋に何でも楽しんじゃうとっとこ系女子。あのね、みんなとっとこハム太郎って知ってる？ハムスターたちのドタバタ日常アニメなんだけど、ももりんごの世代ど真ん中でめちゃくちゃ大好きで、最近 YouTube とかでアニメ上がってたから1話から見直したり、当時ね、ハマってたハム太郎のゲーム実況とかも見てて、そしたらさ、ハム太郎の挨拶って明るいし可愛いし素晴らしくないって改めて感心しちゃってさ、ハム語でハムハーって挨拶するので、それに他のハムたちもハムハーって返すんだけど、もうね、すごい元気、笑顔振りまいてさ、あれ人間界でやってる人いたらみんな幸せになるよ。見たことないもん、ハムハーを超える元気な挨拶。みんな死んだような顔で、おっす、おはようございますってボソボソ言うしね。だから相手にこの挨拶が通じることを祈って、会ったら第一声にかましてやろうかなと思ってさ。だってもし知ってればハムハーで相手も返してくれるわけじゃん。ハムハーはね、掛け声とともに右手を右斜め上に勢いよく振りかざすの。ただ待ち合わせ場所が混雑してる駅とかになりそうだから、その場合はちょっと全力でね、腕は伸ばせないから肘は曲げた状態かな。その状態で元気よく挨拶できたらいいなって思ってる今のとこはね。でもね、やっぱ第一印象を良くするにはこの2パターン以外おそらく選択肢ないなと思ってて、みんなどっちが印象いいと思うかな。もしよかったらコメントで教えてね。ただ一つ気づいちゃったんだけど、前者のコケティッシュ港区女子パターンはこういうね、あざとい女の子ってモテるんだけど、ドラマとか漫画で言うと必ず当て馬キャラ確定なのよ。仲良しとか別冊マーガレットとか読んでる人はわかると思うんだけど、ヒロインの邪魔する当て馬女子にしかならんくて、だいたいヒーローの友達とか敵対してる男とくっつくパターン多いから、ちょっとそこはヒーローとはくっつけないのかな、キャラ設定的に失敗するかもっていう懸念はあるんだよね。でも対して後者の純粋とっとこジャンガリアン系女子は、考えたらハム太郎をもし知らなかった場合に非常に微妙な空気になる。しかも加えて、相手が仮に知っててもね、ハムハーで元気よく挨拶返してくれたとして、相手のキャラブレが激しいなって、
さすがにキャラが崩壊するかも。まあ、そこはね、かわいそうだから、めちゃくちゃ悩むな。まあまあまあ、最終手段としては、こんなキャラ設定にこだわらず、飾らずいつも通りで行くことなんだけどね。ただそれだと印象上がらないから困ったもんでして。まあ、デートまで少し時間があるから、挨拶についてはもう少し悩むことにするわ。あ、あとね、コーディネート。これも重要じゃん。モモリンゴのデートの時の服装は、これは本当に決まってて、春は大体ワンピースなの。ただ、ワンピースって言っても、花柄とかドット柄とか着て、こう可憐な女の子を演出するんじゃなくて、あくまでカジュアル。そこまで気合い入れすぎてませんよ。GU かユニクロヘビーユーザーですよって雰囲気をビンビンに出して、もう無地の白とかデニムっぽいシャツのワンピースにベルトを締めるくらいにしてる。なんかさ、乃木坂みたいな雰囲気出されるとさ、近寄りがたくない？まあ、乃木坂にいる子は何着ても雰囲気は出るやろがいっていうね、意見はそうスルーさせてもらうけどさ。で、まあいろんなことベラベラ喋ってきたんだけど、最終的に意気込みとして何が言いたいんですかって疑問になる人がもしかしたらね、もしかしたらいるかもしれないから万が一のために言っておくと、デートを楽しみたいですってこと。伝わってた？じゃあそんな素晴らしい意気込みを掲げて今回は終わろうかな。マジで何の話ですか？どこまで冗談でおっしゃってるのかしらって思う人いると思うんだけど、全部冗談とも言い切れぬ本気であります。こんなこじらせ人間を今後ともよろしくお願いしますでございます。以上。じゃあこの動画が良かったらいつもの高評価をよろしくね。じゃあねー、バイバーイ。と言いつつ終わると見せかけて、ちょっと尺が短いので散歩映像をお楽しみください。この日さ、めちゃくちゃ天気悪くて、この後雨降ったんだっけな。とりあえず花見どころじゃなくて、やばい雨降る、買い物行かなきゃっていうテンションだったっていうね。まあそんな感じです。次回の動画も見てねー。